バルバドス、バルバドスは、ハリブ海、西インド諸島内のショーアンティル諸島東端に位置する、英連邦王国の一国たる、立憲君主制国家である。島国であり、島全体が、サンゴ礁でできている。海を隔てて、約200キロメートルの北西にセントルシア、西に、セントヴィンセント・グレナディーン、南西にグレナダとトリニダード・ドバゴが存在する。首都は、ブリッジタウン。 ラテンアメリカ、カリブ海諸国全域において、最も議会制民主主義が定着した国であり、国際連合による人間開発指数では42位、2010年度と、域内最高である。平均寿命は77.2歳、男74.2歳、女79.8歳、2010年度で、世界第43位。正式名称は、英語で、バーベードス。 日本語の表記はバルバドス。漢字表記はともえともいたここなど。国名はポルトガル語のヒゲの生えたものから来ている。理由は諸説あり、この島に生えている木の根がヒゲのように見えたからという説、この木に生えた苔がヒゲのように見えたからという説、木から垂れ下がったツル草が、ヒゲのように見えたからという説など。ヨーロッパ人の到来以前。 この島には南米のギアナ地方から荒ク族系インディオのシボネ遺族が移住していた。その最古の移住者が訪れたのは4世紀半ばと考えられている。その後、高戦的なカリブ族にたびたび襲撃された。その後、民主化はさらに進行。独立後、初代首相には民主労働党のが就任した。民主労働党政権は穏健な中道路線を取り、 他のカリブ海諸国が経験した政治的混乱を回避した。また、観光開発に力を入れ、安定的な経済成長を実現した。1976年からはバルバドス労働党が政権を組織したが、1986年の選挙で民主労働党のバローが再び首相に就任した。1994年の総選挙でバルバドス労働党が勝利し、 以来1999年と2003年の総選挙でも勝利した同党の党首が首相3期、務めた。2008年の総選挙では、民主労働党が14年ぶりに政権を奪還し、バローの後継として、同党を率いたデイビッド・トンプンが首相に就任した。国家元首は、イギリス国王であり、総督が、その代理を務めている。王、女王の称号は、バイザー。 グレースオブゴット、クイーンオブバルバドスオブハーアザー・レルムズテリトリス、ヘッドオブザ・コモンウェルス、神の恩寵を受けるイギリス連邦の代表であり、バルバドス及びその他の領域の女王となっている。なお、バルバドス政府は英国王に代わり、元首となる大統領を設置し、イギリス連邦内の共和国になることを検討中である。行政権は首相び内閣にあり、首相は 通常、会員における多数党の党首が選出される。立法権は、両院制の議会によって担われ、会員は定数30名で5年ごとに改選。上院は定数21名で総督によって任命される。主な政党は、バルバドス労働党と民主労働党であり、二大政党制が確立している。どちらの党も、 中道左派の政党であるが、バルバドス労働党は民主社会主義、民主労働党は社会民主主義を掲げており、位置づけは微妙に異なる。また、トリニダード・トバゴとは、領海に関する境界確定問題を抱え、対立している。2005年4月には、アーサー首相が、トバゴはトリニダードよりバルバドスと連合を組んだ方が良い。歓迎すると発言し、 トリニダード・ドバゴ政府から抗議を受けた。バルバドス国防軍は陸軍であるバルバドス連隊と沿岸警備隊を機関に現役兵610人、予備役430人からなり、国土防衛や治安維持の支援にあたる。地域安全保障システムの加盟国でもあるバルバドスは11の行政教区に分かれる。バルバドス島の面積は 約431キロ平方メートルでカリブ海及び小アンティル諸島の中で最東端に位置する。島の西側はカリブ海で東側には果てしない大西洋が広がっている。島のほとんどが平坦であるが、島の中央に丘の平びい山314メートルがそびえ立っている。ブリッジタウン市内には巨大な橋があり、町のシンボルになっている。 2011年にブリッジタウン歴史地区とその守備要塞としてバルバドス発の世界遺産に登録された。IMF によると2010年のバルバドスの国民一人当たり GDP は14,326ドルで世界42位カリブ海地域において最も裕福な国の一つである。イギリス植民地時代からバルバドスは 安定的な政治と国民の高い教育水準により、経済的に豊かな国であった。歴史的に、バルバドス経済は、砂糖を機微栽培によって支えられてきた。しかし1970年代後半からは、観光業が発展し、バルバドス経済を支える柱となった。グレープフルーツの原産国でもある、住民は、アフリカ系が90%、 ヨーロッパ系が4%、アジア系及び混血が6%である。公用語は英語であり、バイアン語と呼ばれる英語系のクレオール言語も話されている。宗教はプロテスタントが67%、ローマカトリックが4%、無宗教が17%、その他が12%。バルバドスはリトルイングランドと呼ばれるほど歴史的にイギリスとの関係が深く、 独立後も良好な関係を維持したため、他のカリブ海諸国以上に、イギリスの文化的影響を受けている。特にクリケットが、盛んに行われ、西インド諸島として、他のカリブ海諸国等の連合チームとして、イングランドやインドなどとの国際試合を行っている。西インド諸島は2度のクリケットワールドカップ、優勝経験を誇る。バルバドス出身のガーフィールド・ソバーズは、 世界のクリケットにおいて歴代屈指の名選手だった。周辺の国と同様にライムをよく使用する。ライムスフレがある。バルバドスにはユネスコの世界遺産リスト登録物件が一件ある。ブリッジタウン歴史地区とギャリソンはそれであり、2011年に登録された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。